ピーター・ルーの虐殺は1819年8月16日にイングランド・マンチェスターのセント・ピーターズ・フィールドで発生した民衆弾圧事件である。広場で選挙法改正を求めて集会を開いていた群衆に、騎兵隊が突入して鎮圧を図り、多数の死傷者が出る惨事となった。ピーター・ルー虐殺事件、マンチェスター虐殺事件とも、1815年に、 ナポレオン戦争が終結したことでイングランドは記録的な高失業と夏のない年による飢餓の時代を迎え穀物法の制定がそれに拍車をかけた。1819年初頭までに劣悪な経済状況が生んだ社会の窮状は北部イングランドにおける選挙権の欠如の問題と結びついて民衆が政治的求心主義に傾く動きを強めていた。これにこうして 議会改革要求を盛んに世に訴えていた、マンチェスター愛国連合は著名な急進派の弁主であるヘンリーハント率いる大衆集会を決行した。集会が始まって間もなく、地元の治安判事たちは、軍当局にハントや演壇にいた人物たちを逮捕することと、群衆を追い散らすことを命じた。騎兵隊はサーベルを抜いた状態で群衆に突撃し、続く、 混乱の中で18人が死亡し400から700人が負傷した。この虐殺は4年前に起きたワーテルローの戦いと皮肉な対比をなすものとして広場の名前からピーター・ルーと名付けられることになる。歴史家のロバート・プールはピーター・ルーの虐殺を当時の決定的な瞬間の一つであると考えた。同時代にロンドンの新聞や全国紙では マンチェスター地方の恐怖が広く報じられたが、より直接的な影響の一つは、政府が六法として知られる弾圧立法を制定して、改革の動きを抑え込んだことであり、また今日のガーディアン氏の起源である、マンチェスターガーディアンが創刊されるきっかけともなった。しかし一方でその後の議会改革の進展には、ほとんど影響を与えなかった。2006年に、 ガーディアンによって行われた調査では、ピーター・ルーの虐殺は、イングランド内戦中のパトニー討論に次いで記憶に値するイギリス史上の出来事とみなされた。現在、事件は現場近くの名盤によって記念されている。1819年時点では、ランカシャーからは2名の庶民員議員が選出されていた。投票権は自由保有の土地を有する青年男性にしかなく、 かつその土地の年間賃料が40シリング以上でなければならず、州都のランカスターでしか投票できなかった上、秘密投票ではなく演説台で投票先を公に宣言する形式だった。また選挙区の協会は時代遅れで、いわゆる腐敗選挙区は人口規模に比して、イギリス議会の議員資格に極めて不均衡な影響を与えていた。 例えば、ウィルトシャーのオールドサラム選挙区は、有権者一人に対して2名の議員を選出していた。一方で、サフォーク州のダニッチ選挙区も同様で、長自体は19世紀初頭までほとんど海中に没していた。マンチェスター、サルフォード、ボルトン、ブラックバーン、ロッチデール、アシュトンアンダーライン、オールダムといった主要な都市部は、人口が、 総計100万近くに達していたにもかかわらず、乱化者全体として2名の議員によって代表されていたに過ぎなかった。当時の庶民議員の半数以上が総計154名の有権者によって選出されており、代表権の著しい不均衡が議会改革の要求を呼び起こしていた。1815年にナポレオン戦争が終結すると、織物産業における 短い工芸撃は記録的な経済不況の時代にとって変わられた。1803年に週務以下労働で15シリング稼ぐことも可能だった職工たちは1818 18年には賃金は5シリングかひどい時には4シリング6ペンスに削減されるはめに陥った。産業資本家は救済を提供せずに賃金を削減し、ナポレオン戦争の余波で生まれた市場の力に責任を、 押し付けるばかりであった。事態を悪化させたのは穀物法であった。1815年に第一次穀物法が制定されるとイングランドの穀物生産者を保護する目的により外国産の穀物に交換税がかけられた。民衆は外国産に比べて高くて質の悪いイングランド産の穀物を買わざるを得なかったために食料の値段が高騰した。このように 食料を不足と記録的高失業の時代が続いて、ランカシャーはもとより全国で政治改革への要求が増していった。1819年初頭までに劣悪な経済状況による急遽は頂点に達し、南ランカシャーの面識職人の間で政治的求心主義への支持が拡大した。これに応えるように北部イングランドで選挙権が欠如している状況と結びついて、 大集会が議会改革要求団体であるマンチェスター愛国連合によって組織された。マンチェスター愛国連合はマンチェスターオブザーバー氏出身の求心主義者の手で設立された団体でオブザーバー紙の創刊者でジャーナリストのジョゼフ・ジョンソンが連合の初期に編集者のジェームズ・ローが会計係についていた。ジョンソンはよく知られた急進主義者の演説家である ヘンリー・ハントに手紙を書いて1819年8月2日にマンチェスターで計画されていた大集会の司会を務めるよう依頼した。手紙の中でジョンソンは次のように書いている。この地区の状況は実に恐ろしく、最大限努力しなければ暴動を防ぐことはできないと私は考えています。ああ、ロンドンのあなたが覚悟を決めてくれれば、ジョンソンにもハントにも知られていなかったが、 この手紙は、実は、政府のスパイに抑えられて、ハントの元に届く前に中身を写し取られていた。手紙の内容は、暴動が計画されていることを意味するものと解され、政府は、第15騎兵連隊をマンチェスターに急破することで、対応に当たった。故郷のミドルトンからグループを率いてきた、サミュエル・バムフォード。暴動扇動のトガで投獄されて、以降、バムフォードは、 急進的改革の生涯にわたる首相者となった8月2日に計画されていた大衆集会は8月9日まで延期された。延期を告知する中でマンチェスター・オブザーバーは集会の目的は、 議会会における求心的改革を達成するための最も迅速かつ有効な方策を考えることであり、マンチェスターの議会に代表されない住民たちが議会で彼らを代表する議員を選出することが妥当であるか考えることであると報じた。地元の治安判事たちは、ウィリアム・フルトンの指揮の下で、 内務大臣臨時代理のヘンリー・ホブハウスから国王の証書なしに任意を選ぶことは立派な犯罪であると助言を受けており、ホブハウスからはまた集会が違法であることを宣言するよう促されていた。政府は8月9日に延期された集会を禁止することで求心主義者たちが完全に行きそ生することを起としていたが、ハントとその支持者たちは集会の実施を決めた。 新たな集会は8月16日に計画されていたが、それは内務大臣、シドマス卿が治安判事たちに議員を選出する意思が違法なのではなく、そうした意思を実行に移すことが違法なのであると、教示する手紙を書き送った後のことだった。新聞は以前から労働者による集会を見すぼらしく薄汚れた姿や無秩序な行動のために、たびたび嘲笑していた。 そのため集会の運営者側は、セントピーターズフィールドの集会に出席する者は、きちんと身だしなみを整え、秩序だって集会まで更新してくるよう取り決めた。ミドルトンからの一段を集会に引き入てきた地元の求心主義者であるサミュエル・バムフォードは次のように記している。この集会ができうる限り道徳的に強い印象を与え、イングランドで、 およそ目撃されたことのないような光景を見せることは、好都合だったと考えられた。清潔に、シラフで、秩序だって、平和的にという指示は、各地の参加者を取りまとめた、あらゆる委員会に通達されており、講師を問わず全ての武器の禁止は、デモの最中を通じて徹底されていた。当局の関心をよそに、各地の参加者たちは、マンチェスター周辺の野原で練習と、 旅行演習をさせられていた。あるスパイは、タングルヒルで700人が、連隊の教練のように練習していたと報告している。練習を禁じる国王の布告は8月3日に、マンチェスターで公示された。セントピーターズフィールドは、ピーター街の最後の区画を造成するために除去された、マウント街に沿っていた空き地だった。枝の束が、広場の隅。 クエーカーの礼拝堂近くに置かれていたが、残りの部分は開けていた。マンチェスターの舗装検査官補だったトーマス・ウォレルは午前7時に広場を検分しにやってきた。彼の仕事は武器として使用されかねないものを除去することだった。現に彼は一社の約4分の1もの石を移動させている。1819年8月16日月曜日は暑い夏の日で、 雲一つない青空に恵まれていた。好天のおかげで群衆の規模はほぼ確実に著しく増大した。もし寒さと雨の中だったなら、近郊からの行進は人を引きつけなかったであろう。マンチェスターの治安判事たちは、ディーンズゲートのスターインで午前9時に朝食を兼ねた会合を開き、集会にヘンリーハントが到着した際に、どのような行動を起こすべきか協議した。 午前10時30分になっても、何の結論にも達せず、セントピーターズフィールドの南東角にある住宅に移って、そこから集会を観察しようとした。彼らは集会が暴動、もしくは反乱にさえ転嫁することを危惧し、相当数の正規軍部隊と、義勇気兵団が展開できるように手配していた。軍部隊は、第15騎兵連隊の600名、不評数100名、 王立騎馬砲兵連隊の一部隊、チェシャー義勇騎兵団の400名、特別治安官400名、そしてマンチェスターサルフォード義勇騎兵団の120名の、騎兵から構成されていた。このうちマンチェスターの義勇騎兵は、比較的経験が浅く地元の商人、多くはパブの主人から採用されていた。義勇騎兵団は様々に描写されており、武装した。 ストーリーの若い連中というものもあれば、短期な若者たちで、求心主義への激しい憎悪から、自ら派せ参じた者たちとも評された。北部イングランドのイギリス軍は、サージョン・ビング将軍の包括的な指揮下に置かれていた。集会が8月2日に予定されていることを初めて、知るや、ビングは内務省に書簡を送り、 マンチェスターの治安判事たちが当日に不退転の決意を示すことに期待を寄せた。私には現地に赴く用意がある。また近隣に、騎兵八大隊、不評十八中隊と奉仕を待機させる予定であり、楽に1日のうちに行軍で起用。必要であれば義勇騎兵団も追加で確実に動員できる。従って私は、市当局が彼らの責務を果たすことに躊躇しないことを、 望むばかりである。しかし延期された日程である8月16日は、偶然にもヨークでの競馬レースと同日であり、ビングの馬も2つのレースに出場していた。彼は再び内務省に所管を送り、本当に必要であると考えられれば、マンチェスターで集会当日式を取る用意はあるものの、彼は副官である、ガイレストレンジ中佐に絶対的な信頼を置いていると述べた。 セントピーターズフィールドに集結した群衆は、整然と組織的な参加者として到着していた。各々の,の,の村や礼拝道管区は、集合時間と集合場所を指定され、そこからもっと大きな町の集合場所まで更新していくことになっていた。さらに、そこからマンチェスター市外に向かった。参加者たちはこの地方の全域から送られており、そのうち最大かつ、 最も整然とした集団は、オールダムグリーンからやってきた1万人のグループだった。この集団は、オールダム、ロイトン、クロンプトン、リーズ、サドルワース、そしてモズリーからの参加者で構成されていた。このほかミドルトンとロッチデールからの6000人強のグループや、ストックポートからの1500人から5000人強と、見積もられる集団も規模が大きかった。 群衆の数についての報告はかなりまちまちである。同時代には3万人から最大15万人と見積もられていた。一方現代では6万人から8万人と推計されている。研究者のジョイス・マーローはこの集会がそれまでにイギリスで実施された中でも最大の集会だったと述べており、また一般に広く受け入れられている6万人という、 数値でも、ランカシャーの人口の実に6%に相当し、マンチェスター周辺の人口の半分に当たると、承実している。集会は、運営側と参加者双方が平和的なものにしようと、心がけた。ヘンリー・ハントは参加者に、自分を是認するという意識のほかは、何の武装もしないでくることを熱心に説き、多くの人は彼らの、晴れ着を着てきていた。 サミュエル・バム・フォードはミドルトンからの参加者たちがマンチェスターの街外れまでやってきた時に起こった出来事について詳しく物語っている。我々の左側にある野原の森土のところで私は一人の紳士がこちらを注意深く観察していることに気づいた。彼は手招きし近づいてみるとその人は私の昔の雇い主であった。彼は私の手を握り、 ちょっと心配げに、それでも親切そうに集まっている人々は誰も何の悪意も持っていないことを望んでいると語った。私は人生にかけて皆が完璧に平和的であることを誓いますよと応じた。私は彼らに注目するよう続けた。彼らは法を破ろうとする人間のように見えますかむしろ彼らは明らかに立派な労働者一家の課長たちではないですかいやいや。 親愛なる旦那様にして古き尊敬すべき、ご主人様、仮にも何かの間違いか暴力が起こるとすれば、それは彼らとは違う種類の連中によって引き起こされる、ことでしょう。元主人はそれを聞いて大変嬉しいと述べた。さらに君に会えて幸運だ。君の語り方に満足しているとも言っていた。私は集会で我々は妨害されるだろうかと尋ねて、見た。彼は、そんなことは、 思いもよらないと答えていた。それならば私は返事をした。すべては順調でしょう。そして互いの幸運を祈りながら握手を交わし、彼と別れて先ほどのように自分の持ち場についたのである。サルフォード式裁判所の長官だった WR 兵士といった人々は集会の熱心な参加者は国中からやってきたと言われているようだと主張しているが、 地元の木綿製造業者のジョン・シャトル・ワースなどは参加者の多くはマンチェスターの人間であると推測しており、この見方は被害者リストによって間接的に裏付けられている。居住地が記されていた被害者のうち61%がマンチェスター中心部から半径3マイル以内に居住していた。いくつかのグループは穀物法反対、年次議会開催、普通選挙権、 秘密投票といった軸の並ぶ登りも持ち込んでいた。現存が知られている唯一の登りはミドルトン公立図書館に所蔵されている。トーマス・レッドフォードによって持ち込まれたものであり、彼は騎兵隊の切り込みで負傷している。この登りは緑色の絹製で金色の文字が浮き出されており、一方の端には自由と友愛、もう一方には団結と強さと記されていた。 1819年8月27日に出た藩との逮捕を描いた藩が正午ごろ、数百人の特別治安官が広場に到着した。彼らは数ヤード離れて群衆の中に二つの列をなし、治安藩児たちが観察している住宅と縁談の間に回廊地帯を形成しようとしていた。また二台の入馬車も結びつけられた。これは、 治安判事たちが後で弁士を逮捕しようと代表者を送り込むための通路として計画されていると思われたため群衆のうちの数人は入馬者を押し出し人間の壁を作ろうと縁談の周りに密集した。ハントの馬車は午後1時少し過ぎた頃に集会に到着し縁談に向かった。ハントと並んで木綿製造業者で社会改良家のジョンライト。 集会の発起人であるジョゼフ・ジョンソン、マンチェスター・オブザーバーの編集士官であった、サッカー・サクストン、出版業者のリチャード・カーライル、そして改革主義者で、靴職人のジョージス・ウィーフトラが、演壇場にはいた。その場には、多くの特派員たちもおり、ザ・タイムズのジョン・タイアス、リバプール・エコーのジョン・スミス、リーズ・マーキュリー編集人の息子である、エドワード・ベインズ・ジュニアなどがいた。 この時点までにセントピーターズフィールドの1万4千平方ヤードは数万の男女と子供たちで溢れ返っていた。弁士の周りの群衆はとりわけ密集していたため帽子が触れそうだった。物見高い監修の大集団は群衆の外側に集まっていた。マンチェスターの他の地域はさながらゴーストタウンのごとく通りや商店から人影が消えていた。の手紙を書いたとき 頭にあったのはその時マンチェスターの全住民の生命と財産があり得る限り最大の危険にさらされているということだった。私はこの集会が大きな計画の一部に過ぎず、やがて国中で行われるだろうということを考えた。ウィリアム・フルトン・セント・ピーターズ・フィールドの隅にある住宅から様子を伺っていた治安判事会の議長、ウィリアム・フルトンはハントが 到着時に受けた熱狂的な反応を目撃し、行動へ移すよう借り立てられた。フルトンは、ヘンリー・ハント、ジョゼフ・ジョンソン、ジョン・ナイト、ジェームズ・ムーアハウスの逮捕令状を発令する。令状を受け取った、主任治安官のジョナサン・アンドリューズは、沿岸周囲に群衆が退去しているため、執行には、軍の支援が必要であるという見解を示し、フルトンは、 マンチェスターサルフォード義勇騎兵団司令官のトーマストラフォード少佐とマンチェスター派遣軍司令官のガイレストレンジ中佐に所管を送った。内容は同一で次の通りである。各家治安判事会の議長として私は記念に速やかにマウント街6番地の治安判事が集結している家までおいでいただきたく思います。治安判事たちは公権力では平穏を保つには 全く不十分だと考えております。ウィリアム・フルトンこの書き付けは待機していた伝令に手渡された。マンチェスターサルフォード義勇不評団はほんの少し離れたポートランド街にて待機しており、書き付けを軍より早く受け取っている。彼らはすぐさま剣を抜き、セント・ピーターズ・フィールドへ急行していった。この間一人が追いつこうと必死で急いだところ、彼が乗っている馬が、 クーパー街で一人の女性と衝突し、女性が腕に抱いていた赤ん坊が投げ出され、赤ん坊は命を落とす結果となった。2歳のウィリアム・フィルズは、ピーター・ルーの最初の犠牲者だった。マンチェスターサルフォード義勇騎兵団の60名の、騎兵は、地元の工場主でもあるヒューフォー・オン・ビーバーディー隊員に、引き入られて治安判事の集まる住宅に到着した。 いくつかの報告では彼らは酔っていたと言われている。主席治安官のアンドリューズはバーリーに逮捕令状はあるが執行するには援護が必要だと知らせた。バーリーは弁士を排除できる要円団まで騎兵隊を進ませるよう要請を受けている。時刻はその時およそ午後1時40分だった。1819年8月16日におけるセントピーターズフィールド周辺の 地図特別治安官たちの間に設けられた縁談への通路は狭く、不慣れな馬たちは群衆の間をどんどんと突き抜けていき、威嚇したり飛び上がったりするため、人々は深度から逃れようとした。逮捕令状は治安副官のジョゼフ・ネーデンに託され、騎兵隊の後からついていった。騎兵隊が縁談の方へ押し進むにつれて、彼らは人の波に飲まれて立ち往生するようになった。 混乱の中で、騎兵隊は、自らのサーベルで人々に切りかかり始めた。沿岸に到達すると、ネイディンはファントとジョンソン、さらにその他記者のジョン・タイアスを含む、多数の関係者を逮捕した。タイアスによれば、騎兵隊が群衆の間を進むことによって、レンガや石を投げつけられるようになり、そのことが、すべての兵士の怒りを買う結果となった。逮捕令状の執行という彼らの使命が、 達せられたにもかかわらず、今や群衆によって持ち込まれた旗や登りを破壊し始めたのである。セントピーターズフィールドの隅にある拠点からの観察で、ウィリアム・フルトンは徐々に明らかになる、目の前の混乱が騎兵隊への攻撃であることに気づいた。レストレンジは1時50分に到着し、騎兵連隊に対して、次のように述べて広場から群衆を追い散らすよう命じた。閣下 連中が騎兵隊を攻撃しているのがわかりませんか集会を解散させなさい。第15騎兵連隊は、聖ピーター広場の東側に一列になって展開し、群衆に突撃した。同時に、チェシャー義勇機兵団も広場南側から突入している。当初、群衆は広場から逃げるのに手こずっていた。それというのも、 ピーター街への主要な脱出口を第88不評連隊によって塞がれ、さらにそこには重剣武装兵が待ち構えていたからである。第15機兵連隊のある将校は、恥を知れ、恥を知れ、自制しろ、自制しろ、逃げられないじゃないか、などと叫び、今や統制外の状態にあったマンチェスターサルフォード義勇気兵団を抑え込もうと試みていたと言われている。 その時、騎兵隊は、手の届く限りあらゆる人を切りつけていた。けれども、10分のうちに群衆はちりじりになり、11名の死者と600人以上の負傷者が出る結果となった。怪我人と、その解除者、そして死者のみがその場に取り残された。近隣に住む女性は、自分が恐ろしく大量の血を見た、と証言している。その後しばらくの間、通りでは、 暴動が発生していた。そのうち最も重大だったのは、ニュークロスでのことであり、軍隊は、女性改革家の旗を土産に持ち帰ったと噂された、人物の店を襲撃する群衆に発砲した。マンチェスターでは結局翌朝まで平穏が取り戻される、ことはなく、ストックポートとマクルズフィールドでは17日まで、暴動が続いた。その日にはまた、オールダムでも大規模な暴動が発生しており、 カズトが撃たれて負傷している。集会に突撃する様子を描いたジョージクルックシャンクの風刺が奴らを倒せ。奴らをぶった切れ勇敢なる若者たちよ。奴らに寸度も渡すな。奴らは我らの牛肉トップリングを横取りしたがっているのだ。そして覚えておけ。やればやるほど貧民どもは報いを受ける羽目になることを思い知るということを。さあ行け。 みんな、勇気と忠誠を見せてくれ。と、吹き出しは読めるピーター・ルーの事件での死亡者と負傷者の正確な数は明らかではない。いくつかの資料は0人から3人が死亡し、7から15人が負傷したと伝えている。ピーター・ルーの犠牲者を救済するために設立されたマンチェスター救済委員会は負傷者数を20としており、一方救心派の資料では15人と算出されている。 多くの負傷者が当局からの追及を恐れて傷を隠したため正確な数を算出することは困難である。ウィリアム・マーシュの6人いた子供のうち3人はマンチェスター機兵隊のヒューバーリー隊員の経営する工場に勤めていたが父親が集会に参加していたために解雇されてしまった。ジェームズ・リーズは頭に負った2つの刀傷のためマンチェスター病院への入院を認められたが 手当を拒否され、マンチェスターの集会に参加していただろうという意思の言葉に同意せず自宅に送り返された。ピーター・ルーの集会の特徴として少なからぬ女性の参加が挙げられる。女性改革団体は北西イングランドにおいてイギリスで初めて1819年の6月から7月に相次いで結成されていた。その多くは見栄えのする白い衣装を身につけ、 女性だけの派遣団を結成し、自らの旗を持ち込んだところもあった。記録されている被害者15人のうち、少なくとも3人は女性であり、4人はセントピーターズフィールドかあるいは別の場所かで死亡している。群衆の12%弱は女性だったと見積もられており、被害者の男女比がほぼ3、1だったことは女性たちが男性よりかなり負傷する、危険性が高かったことを示している。 リチャード・カー・ライルは女性たちがことさら標的にされていたと述べており、この見方は武器による負傷が多かった事実によって補強されている。記録された死者のうち11人はセント・ピーターズ・フィールドで亡くなった。オールダムのジョンリーズのようにその時の傷が元で五っく、亡くなった者もいる。ジョシュア・シュアースなどは広場からの離散に続いて起こった暴動に巻き込まれて死亡した。 ピーター・ルーの虐殺は当時の最も決定的な出来事の一つと呼ばれてきた。地元の親方や雇用主など虐殺現場に合わせた者の多くは殺戮に恐れをの,のいた。犠牲者の一人でオールダムの副職人にして元兵士のジョンリーズは9月7日に負傷が元で亡くなったがワーテルローの戦いに参加していた。死の直前、彼は友人に自分は ピーター・ルーデのような危険に遭遇したことはなかったと語っている。ワーテルローでは1対1だった。しかし、あそこでは徹底的な虐殺だった。虐殺の方が広まり始めると、マンチェスターと近郊の住民たちは恐れと怒りに打ち震えた。これは多くの重要で大きな新聞の記者が居合わせた最初の公衆集会であり、その日のうちに事件の詳細がロンドン、リーズ、 そして、リバプールにおいてまで報じられた。ロンドンの全国紙の間では、マンチェスター地方での恐怖の話題で持ちきりであり、国中で、憤りの声が、激しさを増した。マンチェスター・オブザーバーの編集者である、ジェームズ・ローは、ピーター・ルーの虐殺で起こったことを記事にした、最初の記者であり、集会の場所だったセント・ピーターズ・フィールドの名前とたった4年前に、起きた、ワーテルローの戦いを組み合わせて、 ピーター・ルーの虐殺という見出しを作り出した。ローは密かに、ピーター・ルーの虐殺から起こったことの間に、まさしき解説と題するパンフレットを書き上げ、一部に、ペンスで売ったところ、14週間にわたって、増殺と売り切れを繰り返し、全国的に広く流通する結果となった。詩人のパーシー・ウィッシュ・シェリーは当時イタリアに居住しており、9月5日になって、初めて事件の方に接した。 彼は、すぐさま、無秩序の仮想行列マンチェスターの虐殺に際し、創作とする詩を書き上げて、旧進派の雑誌であった、エグザミナー誌に送った。しかし、旧進派の出版に対する規制により詩は、結局1832年まで公表されることは、なかった。シェリーは同じ年に同じく、ピーター・ルーを題材とする、1819年のイングランドを書いている。名番や、 壺、ハンカチやメダルなど事件を記念する物品が作られ、そのすべてにピーター・ルーを象徴する図案が描かれた。騎兵隊が騎乗のまま抜刀し、無防備な市民に切りかかる図案である。ピーター・ルーの虐殺という事件の引き起こした直接的な結果の一つに、マンチェスター・ガーディアン総監がある。同志は、虐殺を目撃したジョン・エドワード・テイラーを筆頭とする、マンチェスターにおける、 被告教徒承認たちの団体、リートルサークルによって、1821年に始められた、真相感を告げる、主意書では、新しい新聞は、熱心に市民的、宗教的自由の原則を擁護し、改革の大義を主張し、政治経済の諸原則が普及する中でそれを支えようと試み、あらゆる便利な方策を、それを立案した党派に触れることなく、 支援するだろうと歌っている。ピーター・ルーの直接的な影響は改革運動の厳しい取り締まりに終わった。政府は警察と裁判所にマンチェスター・オブザーバーのような記者や新聞、出版を追求させた。ローは逮捕され先導的出版を行ったとがで、起訴され、有罪とされて、彼は12ヶ月の金庫と100ポンドの罰金を申し渡された。 マンチェスター・オブザーバーに対する名誉毀損裁判はすぐに終結し、その後編集者を絶えず交代していったものの、急進的な記事を書いているという疑いから、警察の度重なる捜索を防ぐことはできなかった。1819年末以降オブザーバー氏は事実上休館状態に陥り、最終的に1820年に収監した。最後の社説で読者に、 これからは新しく創刊されたマンチェスターガーディアン誌を購読するよう進めている。ハントとその他8人はヨーク巡回裁判所で1820年3月16日に裁判にかけられ先導罪で起訴された。2週間の審理の後、半数は有罪となり、ハントはイルチェスター監獄で30ヶ月、バムフォード、ジョンソン、そしてヒーリーは1年。 さらにないとは別の罪で2年の刑がそれぞれ言い渡された。一方1822年4月4日にはミュータイが、バーリー大位、ウィジントン大位、ラッパ種のミーガー、兵士のオリバーというマンチェスター機兵団の4人に対してランカスター巡回裁判所で実施され、彼らの行動は違法な集会を解散させるために正当化されると法廷が判断した結果、全員無罪となった。 虐殺の翌日治安判事が発令したサルフォード軍の住民への警告政府は治安判事と軍が起こした行動を擁護した。マンチェスターの治安判事たちは8月19日におそらく公的な会議を開き3日前に彼らが取った行動を擁護する決議を採択した。面商人のアーチボルド・プレンティスと反穀物法運動に加わることになるアブサロム、ワトキンの両名は セントピーターズフィールドの暴力と治安判事の会合の合法性に抗議する請願を取りまとめた。たった数日のうちに4800を超える署名を集めた。しかし、内務大臣のシドマス今日は8月27日に治安判事たちに折衝を大しジョージからの公共の平和を守った彼らの行動への謝意を伝達した。ホップキンズ外での抗論の中で ロバート・ウェッター・バーンは、王大使は素晴らしいお礼の手紙を持ったアホだ。摂政や国王は我々にとって何であるのか。我々には、王は必要ない、無用の代物だと断じている。リチャード・カーライルも公開書簡の中で次のように語っている。王大使が大臣たちに釈明を求めたり、親民を遺問したりすることがなければ、いくら古来の確立された慣習にしがみつこうとも、彼は、 確実にその地位を追われ、その民は皆共和主義者になることでしょうピーター・ルーに、続く2、3ヶ月の間、当局には国全体が武装反乱に突き進んでいるように思われた。そうした懸念が強まったのは1819年秋に、ハダーフィールドとバーンディで計画された2つの放棄の未遂とその冬内閣を侵犯させたか当外の陰謀の発覚のためであった。この年の終わりに、 政府は後に、六法として知られた新法の制定に動き、旧新派の集会と出版を弾圧しようとした。そして1820年末までに労働者階級の重要な運動家はすべて投獄された。市民の自由は、ピーター・ルー以前と比べて明らかに低いレベルに制限された。歴史家のロバート・レードは、19世紀前半、ピーター・ルー後の時期における、 イギリスの労働者の制限された自由と20世紀後半のシャープビル虐殺事件後の南アフリカの黒人の抑圧された権利を比較するのは決して気まぐれではないと記している。1817年のペントリッチ放棄や毛布更新、あるいはハントも参加したスパフィールズ集会といった急進主義の絡む事件はすべて当時の政治経済への改革要求がどれほど幅広く 多様で、地理的に広範な規模であったのか示す高例である。一方で、ピーター・ルーは改革の進むペースには何の影響も与えなかったが、しかるべき過程をたどって改革者の要求の一つであった毎年の議会開催は実現した。1832年の選挙法改正に則っ,って、新たに創設されたマンチェスター都市選挙区からは初めて2名の会議員が選出された。 旧進派ジャーナリストのウィリアム・コベットを含む5人の候補者が立ち、ホイックのチャールズ・ポーレット・トンプソンとマーク・フィリップスが当選した。マンチェスターはまた1837年に自治都市に昇格し、市内に残っていた領主権は市議会によって後に買い取られた。反穀物法連盟の拠点であった自由貿易会館は、ピーター・ルーの犠牲者の影の上に設けられた。 記念碑としても建設されている。2007年に至るまで虐殺は現場に建てられた三つ目の建物であるラディソンホテルの壁に掲げられた青い銘板によって追悼されていた。事件現場は実際には分散していたと伝えられており、また死者が完全に省かれていたことから追悼としては不十分だと考えられていた。2006年にガーディアン氏によって実施された調査で、 パトニー討論の開催地であったロンドンのセントメアリー協会に次いで適切な記念碑が設けられる価値あるイギリス史上の出来事であるとされた。さらにヒーター・ルーツ伊藤キャンペーンがマンチェスターの天安門事件と描かれる事件にふさわしい記念碑の設置を働きかけようと組織された。こうした動きに対して2007年にマンチェスター市議会は元の青い名番を新しい事件について 完全な説明がある赤いものと取り替える決定を行った。2007年12月10日にマンチェスター市長グリーン・エヴァンズによって除幕された。セント・ピーターズ・フィールド、ピーター・ルーの虐殺と書かれた冒頭に続いて次のように記されている。1819年8月16日、民主主義を求める6万人の改革者と男性、女性そして 子供たちの平和的な集会が武装した騎兵によって襲撃され15人の死者と600人以上の負傷を出す結果となった。1968年に100周年を記念する行事の中で労働組合会議は作曲家のマルコム・アーノルドにピーター・ルージュ曲の作曲を委植した。音楽で記念する試みにはフォークバンドのスティー・ライス・パンの2006年に発表された。 ブラディーメン収録のネットラドパート5やロッチデールのバンドのトラクターズが1973年に録音し、1992年にワーストエネミーズに収録した5曲の組曲などがある。ありがとうございます。